はい、でまあ、スキンケアのとこから入ります。でスキンケアが普段どんな風にしてるかというのは、まあ、洗顔をやってるよね、はい、洗顔でクレンジングをやってる、ダブル洗顔、はい、でその後、まあ、化粧水、美容液、クリーム、乳液、こういうのもスペシャルケアって言って、例えばまつげのケアとか根元のケア、そういうのやってるのか、やってないな、クリップケア、そしてあの、まあ、パーツごとにねケアをするというのも大事になってきます。でスペシャルケアというのは何かというと、やっぱりこう角質がずっと溜まってくると毎日のお手入れではあの剥がせないっていうことがあるので、たまにはこうパックしたりとかスクラブをしたりとかで、毛穴を引き締める、そういうような、まあ、ようになるので、ね、でそれをやるというのはスペシャルケア。でこのスキンケアをやりながらメイクアップを、まあ、洗顔を終わったところにこうしてまずこの毛穴とか汚れ、でここ、ニキビの跡とかもこれ角質のように取れていくので、すごく伸ばします。拭き取り化粧水、2倍に拭き取り化粧水でこうやって汚れを落として、その後、結構汚れるんでしょう、ね。その後、ディープ、普通の化粧水、あとは保湿の化粧水を入れます。大体500円玉くらいこれぐらいに出して、結構取って、下から上に毛穴45度下。下から上に、これ朝は夜、まあ、しっかりメイクする前にこのスキンケアをきちんと十分にしておいた方が化粧のノリがいい、ノリもいいし、見た感じなんかツヤっぽい人って言ってるでしょ、バサバサしてる人とツヤっぽい人、やっぱり健康的な方がいいよね。そのためにはこの保湿量を最初にきちんと入れてやる。でこういう風にしてまた掃除してこういう風にでパッチングして、で、できたらこの首元、こういうところもバーンとリンパのこう入れるだけで、下から上上げるだけで小顔になります。美容液は使っている？美容液使ってない。化粧水、美容液、乳液、クリームっていう順番で油分が多いようになってるんですよ。だから年齢的に今若いから、まああんまりその脂っこいものを入れなくてもいいけど、ちょっと乾燥気味やなっていう場合は美容液、乳液、重ね技でやってみたらしっかりと保湿できます。そしてちょっとうちは特殊なもの、特別なものでこういうバームクリームというのを使います。これはね、何かというと、せっかくこう今まで保湿したものを外に逃がさないようにするために、まあサランラップするような感じかな、ちょっと触ってみてください。これはもうあのいつでもどこでも使ってもらって、顔だけと違ってもらってもね、それにより、また保湿力がアップするので、これからまあ夏場、それから冬に向けて寒くなってくるから、特に乾燥機なのでね、そういう時はたっぷりつけて乾かしていきます。スキンケアが終わって一番最初にするのはファンデーションの肌の凹凸感をなくして、で光をまとうようなものを下地と言います。この下地をまずつけますね。つけるところはここの頬、何でもしたけどこの頬が綺麗であれば正面から取れる印象があるので、ここを多めにつけます。この優秀、この下地結構優秀やから、こう下地だけ見て半分塗ってたら全然左付きに変わるでしょ、はい、これちょっと練り、しっかり目につく場合もここ中心に、頬の中心に、まず頬のここの部分をどれぐらい塗るかを考えます。ここを一番最初に多めに塗ったら、その残ってる分で少し外にグラデーションしていく感じ、残ってる、そして薄くなるんですよ、周りがね、透明感、薄い感、夏塗りしてないよね、十分ほらっきりしちゃう、ここにチェックします。で、こういうここら辺、小鼻の赤にこの目がここにできる、こういうところのニキちょっとね気になるね、でこういうところは
ファンデーションで隠そうとしない。この濃い方の色をまず最初にこのいじり、こういうところ、小鼻。明るい方を重ねます。で、明るい方は重ねると同時にこういう細かいところを悩むところも上、まあ重ねてもいいけど、まずこれハイライトとして使うので、小さな目の周り、ほうれい線、こう、ラグラグしたみたいな、この場所を覚えてください。でこれをうまく毎朝のね、もうあのメイク落とし込んでくれたら、こうパッと塗った時に手でさーっと動かし込んでいくと、でも立体的にね、ファンデーションの量よく少なめにしといてほしいだけだ。そしてほうれい線を口角を上げることによって、常に笑顔を見せたり、海に取りたりとか見ちゃうし、これをブラシに取って、これブラシにまずなじまします。これ取ったままそのままつけたらこうなじまして、取ったなんかでうまくしてこうなりました。多少こういうものにして、でつけていくときどっからつけますか。はい、ここね、ここは一番重なってます。で僕らはね、もうあの目をとるとずっとなんか、でもここずっとこういうふうに巻いていきます。いつもここで僕ら確認するんですよ。普段どれぐらいの血色持っていくかと、この両方を。服の色が黒かったら全然違う。こう白になったら顔がくると赤でしょ、ね、でこういうのもちょっと加味しながらチークを入れます。チークもこうしてつけたら、ね、ちょっと一旦手の効果が赤になりまして、チークの入れる位置は黒目の端下へ、で小鼻の位置を言われています。グッと上がる、大鼻が一番上がるところ、ここら辺をまず起点にして、左右上下下、左右上下下、こう入れていくと結構ふっくらします。年齢がいってここをゲソッとした人は上か下とかになりました。それではふっくらして、今は基本的に水平上下、だんだんつけたくなってくるんで、基本的に指1本、この頬骨から目の下のここの感覚、これ指1本入るように、ちょっと上上がりにくいみたいな感じですね。そうですね。ここね。でこれがあのちょっと上行くとちょっと不自然になるので、まずこの色味との3分の1から4分の1の色を薄くこの眉のところのちょうどこの内包だったり、ここら辺にも軽くします。でここのちょうど生え際はこういうところと違って、この生え際はあるでしょ、ここにも薄く。でこれアイメイクも眉も何もしてないけども、これだけでもナチュラルな顔になります。メイクって何でもかんでも全部せなあかんことがあって、こういう血色さえやるとこれで顔出れるよ、出れるでしょ。それでいい。そう、これでいい。これ男の人はこれぐらいが好きな人みたいな。でなぜ僕今チークからしたかというと、まず健康的なベースを作るという意味でこれさっきチーク
あとはこれを台無しにしないように眉と目元のこのアイメイクって、こういうのはポイントメイクっていうんだけど、ポイントメイクが派手にすると上品さが欠けるんで、それを気をつけてほしいんだけど、さっきどういう方向に行きますかっていうのがそこで目的意識に、例えば自然光があるところですか、暗いところですかって行く場所に決まるし、誰に会いますかっていうのもあるし、カジュアルか、ドレッシーかとかいろいろあるよね。これで決めて、こんなメイクをしたいって言った時に、初めて肌のこの作り方とライン、形取り、位置、で色味、こういうのが出てくる。で、これをね、組み合わせてるわけ、それをみんな適当にやってるわけなんで、だから適当な顔になってます。でそれを目的意識を持ってやった時に、これ丸していってもらったんですけど、今日はまあとりあえずこの透明感ナチュラルな、ここら辺にやってる。顔の輪郭に対して暗、丸くするかシャープにするか、ここら辺がさっき言ったように賢くデビューしたいという話してる。って言った時にちょっとこう少しシャープしていくとね、こういうのが変わってくるんです。じゃあ少し可愛らしい中でもちょっと賢い感じのイメージを作ってみてね。第2段階にいきましょう。もしこれさっき前に言ったキュートでいくとちょっと賢めにっていうと、少しやっぱり色を濃いめにするのがかっこいい。そういうのも意識してもらって、なんだったらこういうの描くところを、こういうこういうダークブラウンとかね。これも選択の一つなんですよ。で、必ずパウダーをブラシの、こういうブラシなんですよ。透明と細く塗って、透明の方をまず同じにして、山の方に取ったら、こういう。その時にどこの方向へ行くかって言った時に、ちょうどこの目のカーブに、このカーブに対して平行かやや少し上、これがまあスタンダードです。で、可愛くするんだったらちょっと下げてもいいけど、要はまあ普通に踏んでちょっとこうそのまま毛並みに沿って描いていきます。これだけでちょっと前のイメージできません。できたでしょ。で、ここでね、全部描いてしまわない、軽くこうつけたら、パウダーで軽くつけたら、ここから2番目の返す逆方向に、山からこちらに、前かしらに、返し方も筆を本体にこう持ってきます、ブラシのこちらに。ちょっとかっこいい、これかっこいい系の前に、ちょっとこう、これかっこいい系の前にちょっと下に入れてるわけですよ、立ち上がるんで。それも意識してやってます。で、こちらである程度ざっくり描いたら、この細い方でもう一度ここをラウンドを描いていきます。で、もう一度この下の方を少し強調してやる。で、まあ何でもグラデーションで大事で、で、ハリズで描いてるんでしょう。これが今かっこいいけど、普通キュートにするんやったらこんな前描けへんねんけど、ちょっとかっこいいっていう少しできる感じでしょ、眉で。そうそう、こう、こう使います。うん、上手上手。いいですよ。はい。そのイメージまず作る。はい、作ったら、今度そう、逆方向に中に入れる。山から、山から。眉尻から入れたら、ここ太なってまうから。前頭に向かって、そう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 、で、前頭に向かって下の方へ、下下下下、また下、そうそうそう、ちょっと全然いい、ね、イメージはできるけどね。で、ここは誰でも最初ぼやけるのね。これ何でかというと、このブラシが立ってない、こんな感じから立ってない。で、これはあとこうしたらいいけど、で、ここも今度より細くなる。今日はこれを立ててこうか。で、このね、前のこの下あるでしょ、下のラインをね、ちょっとこう影指のつもり合いに入れてあげると、前の立ち上がるでしょ。何をするか
かというと、顔のここの輪郭をより深くする。ホリウムですね、これ。今度はアイメイクです。アイメイクは、あんまり今こう、こういう色がベージュっぽい色になりましたけど、ナチュラルなので、このアイボール全体のところに最初に。これはだから、すごい上品な光なので、まあ、これは、まず、目元に、まあ、アイボール全体に入れる感じ。二重のラインもするかな。で、普通はこの目の形はこれぐらいなんだけど、今日はちょっと凛としたいっていう話だったから、ここに影を少し追加させていきます。で、目がちょっと少し切れ長の変化になる。で、眉は前にやって目も変える。みんな今度キュートなメイクするときは眉をこれ開けてる。そういうふうにしてメイクでも決めていく。左右にちょっと切ってくださいから。そうですね。これアイシャドウとあのライナーの両方。フォーム型って今日はアップしてるんで、これを強調する。アイラインを引くように、ね、ちょっと。結構クールにしてもそこだけ可愛らしい。足だけも少し光らせて。まずここを水平、ここ水平に水平からと。もちょっとこう引っ張って、このラインをちょっと付け加えます。ちょっと少し青みなんです。こういうぐらいの色を少し。普段はそんな色を使ってるんでしょう。オレンジとかないでしょう。引かないでしょう。ちょっとこうくすみ系のあるようなこういう薄めの色。色づけて、それの2分の1、大体。こういう時は、ちょっとやっぱハイライターをきちっと塗って、鼻をちょっと光ります。で、ちょっとチークを多めに入れたので、方向性で投資してはありますが、この方向と前で、ライン。ね、ちょっと
だいぶ大きくなったんだね、今もちょっと。すごい大きくなった。メイクとこうやってバランスを取ってるね、いろんなところを見ながらメイクをして。メイクがあったらマイクを取ってね。